こんにちは。キットマン北海道探索チャンネル。今回は2023年3月に閉店する札幌のお店。過去のオープン動画と閉店動画は説明欄にあります。そちらもご覧ください。20日閉店、花丸うどん札幌南郷店、白石区南郷通り14丁目。中央バスによるフランチャイズ加盟店で、隣に南郷の湯という入浴施設があるんですが、そちらも中央バス運営でございます。 駐車場が広くて利用しやすいうどん屋さんでしたね20日閉店システムギガ札幌白石区本通り12丁目無線機の販売のお店でございますたまにアマチュア無線って聞きますがこのアマチュア無線というのは金銭上の利益のためではなく個人的な趣味として楽しむそれがアマチュア無線でございます 30日に閉店しますウオベイ大谷地点厚別区大谷地西1丁目このウオベイ大谷地点というのは南号通りからも12号線からも行きやすいウオベイでしたねウオベイ大谷地点は大きなビルの中にありまして他におそば屋さんやビリヤードのお店なんかがあります3月31日閉店丸紅エネルギー内牧東区北八条東14丁目 JR 内部工場の裏手側にあるガソリンスタンドです。ガソリンっていうのは、ガソリンそのものはどこのお店も変わらないですし、あとは立地とか値段かなと思っております。立地的にもね、なかなか行きやすい場所でした。31日閉店、静心堂東店、東区北38条東1丁目。閉店することは去年の12月に決まっておりまして、現在はファイナルセールを行っております。 31日に閉店北の湯東区北44条東7丁目近年になって銭湯の閉店というのはかなり増えてきております常連さんの方にお話を聞くとこちらの施設は老朽化だったり燃料高による閉店ではないということでございますただ近所で気軽にお風呂に入れる施設がなくなるっていうのは残念ですよね 他に最近閉店になった銭湯といえば栄湯あとは小樽の小町湯そして三笠湯を思い出します2月です。2月28月2日に閉店しましたスポーツリショップ藻岩店南区南34条西11丁目自転車やスキーなんかを販売していましたまた見に行ったんですがもう解体されてありません 2月28日に閉店しました、ピッカーニャ南七条店、コトニ店、パルコ店でございます。このようにピッカーニャが閉店した後も、雰囲気はまだ残っていて、片付けている状態です。こちらはコトニ店の様子です。ピッカーニャとは、ステーキのお店で大きなダイナミックなステーキがゴロンと出てくる、そういうメニューなんかもありました。 3月12日移転による閉店山岡屋たぬき工事4丁目店隣に移転しております23日廃止東9丁目踏切東9丁目踏切は令和5年3月23日より通行できなくなります23日で廃止ということで今ここの踏切なんですけれども迂回してくぐっていくっていうことになりますね 東9丁目の開かずの踏切と呼ばれている踏切なんですが札幌駅と内房駅の間にありましてほとんど閉まっていてたまに開いたなと思ったらまた閉まるというね。なかなか待つのがイライラするっていう人も多かったと思いますこの木の柵はね、国鉄時代からありますよこれもなくなるんでしょうね特急、大空でございます。 先ほども少し言いましたが、この踏切が廃止になる代わりにショートカットする道ができたので、そちらを利用することをお勧めいたします。このように鉄道マニアなんかも見ることができました。3月17日に引退します特急オホーツクで使用されていたキハ180線形。 1980年代から使用されていた車両なので40年近く使用されていたということになりますこの特急ホーツクこの後どういう車両になるのかと言いますとスーパー大空で使用されていた車両になります4両編成から3両編成になりグリーン車がなくなり不便になるという声も多いです15日閉店五木コーヒー札幌キヨタキヨタ2条3丁目 このビルの正面ではなく横に回ったところが入り口でございます私が行ったのは最終日だったんですけれどもかなりにぎわっておりました3月末で廃止になります地下鉄とバスの乗車券4月1日からは乗り継ぎ券がありません生産期や券売機の更新が始まると思います 20日閉店喫茶好み、南区住川4条3丁目。去年の冬に住川の夜っていう動画を出した時に素敵な昭和の喫茶だなと思ってえ少し撮影したお店なんですけれども閉店ということです。40年以上の営業でした。15日に閉店しました札幌赤狩喫茶、ついでにあそこ、南区住川5条4丁目。 運営しているのは芸人さんのデイスケさんという方なんですけれども、イベントに私もね、以前呼んでいただき、面識があるので、今後も応援いたします。移転先は南郷7丁目だそうです。25日閉店、縁側、焼き鳥屋さんでございます。南五条西6丁目、すすきのです。 確か私の記憶では、すすきのにあるビルの中で古さはクシだと思います。そしてこの素敵な長屋の中にある焼き鳥屋さんということなんですけれども、25日で閉店ということになります。22日閉店、グリッツ札幌ホテルホステル、たぬき工事5丁目、オープンしたのは2017年でした。 28日閉店、ラーメン居酒屋あたらよ、北七条東3丁目。ファイターズ通りにあるお店で、昼間はラーメンの営業を行い、夜は居酒屋となっているという二刀流のお店です。31日閉店、ハンコ広場こと2店、ことに1条2丁目、ダイヤパレスことに1階。ハンコ以外にも、開運小物、雑貨なんかの販売も行っております。 続きまして、31日閉店なりぼう、白石区南郷通り12丁目3軒ビル1階。私も行ったことあるんですけれども、こちらの料理ね、非常にメニューも豊富で、一番美味しかったなと思うのが、確か麻婆豆腐だったと思うんですけれども、ちょっと独特な感じで個性があったのを覚えております。 31日に閉店香川県大通西1丁目京和大通ビル50地下1階地下鉄大通駅の改札口を出たところにあるビルのうどん屋さんなんですけれどもこちらのうどん屋さんも私行ったことあるんですけれどもネギもどさとなっていて何より美味しかったのが麺も美味しかったんですけれどもちくわとかのサイドメニューも非常に美味しかったのを覚えております。 そんな感じで2023年3月に閉店する札幌のお店でした。過去のオープン動画と閉店動画も説明欄にあるのでそちらもご覧ください。